教えて人権だ。モラルン、今回は世界と将来の人権問題について考えてみたいのだ。今までもいろんな人権問題について考えてきたけど、人権問題ってもっと幅広いんだね。そうなのだ。美和さん一家も家族揃って話し合っているから、ひとまず見てみるのだ。人権と平和、国境を越え、世代を超えての、巻。ごちそうさまでした。現在紛争のため死者多数。なんということじゃ。罪のない人がたくさん亡くなって、戦争のために食料もなく命を落とす子供がいる。命が粗末に扱われて、生きる権利が奪われるなんて。そう、戦争が最もひどい人権侵害です。今も世界のどこかで戦争があったり、環境が破壊されたり、人の命や人権を脅かす問題が起きているのです。いじめやゴミ問題などの身近な問題も、戦争や環境破壊といった世界規模の問題も、どちらも相手を思いやり、理解し、尊重することが問題解決の糸口です。人権や平和と同じように、大切な琵琶湖を守るため、昔お母さんたちは立ち上がったのよ。石鹸運動といって、美しい琵琶湖を次の世代に伝えていくため、県民みんなが動いたんだよ。人権や平和も同じこと、一人一人が考え、次の世代によりよく引き継いでいくことが解決の糸口ではないでしょうか。世界平和か、とっても大きなテーマだね。そうなのだ。20世紀に2度の大きな戦争が起きて、たくさんの大切な人の命が奪われたのだ。それからこんなことは二度と起こさないようにと、1948年12月10日に世界人権宣言が生まれたのだ。その世界人権宣言って、全ての人は平等で基本的人権が保障されるべきであるという宣言だよね。12月4日から10日までの1週間はその日を記念して人権について考える人権週間になってるんだよ。うん。その期間には全国各地で啓発活動が行われているのだ。でもこの期間だけじゃなくて、普段からも人権について考えていけたら素晴らしいのだ。今までもいろんな人権問題について考えてきたけど、どれも相手を思いやる心があれば解決していくと思うんだ。どんな人権問題もみんなで一日も早く解決して、差別のない明るい社会を築かなくっちゃ。うん、これからも頑張るのだ。じゃあ早速、みんなの人権が守られているかパトロールに出かけるのだ。人権だー。